では今日は減らし目からやっていきたいと思います。次回ね、違う、前回ね112112で終わったと思うので、引き抜き編みをして次は減らし目をしていくんですけど、私の減らし目の仕方はまず2目立ち上げます。2目立ち上げて長編みを根元に1目で引き抜くのが最終的に最後ここになりますね。ここなんだこれ、ちょっと待って、もうかぎ針がここを引き抜くんですけど、これで私は1目みたいな感じで数えてますね。で2目1つをやっていきたいと思います。まずここは無視します。最初のもう始まりのなんかプロローグ的な感じですね。なので次から11が始まりますね。はい、ここの最初の目、ここに1 1、はい、次2目一度やります。目に入れて引き抜くこうたら、もう一度かけて次の目に入れる、引き抜く、2目引き抜く、一針に3目かかってる状態になります。たらこの3目を一緒に引き抜きます。でちょっとキュッキュみたいなね、そうすると2目一度になります。もう一回いきます。2目編んだら、長編み2目編んだら次2目一度ですね。引き抜く、2目取る、引っ掛ける、次の目に入れる、引き抜く、2目取る、3目かかる、3目かかりましたよね。これを一気にダラララララーンと2目一度となりますね。もう一回やってみますね。よいしょ、のんびりいきましょう。はい、動画遅いよ、もっと早くしたいよっていう人は、右腕上の点3つのところを押すと速度を上げたりスローにしたりすることができるのでやってみてください。ではいきます。長編みを1つ、はい、2つ、次2目一度しますよ。2目一度、入れる、引っ掛けて2個抜くと、はい、次また引っ掛けます。はい、3目引っ掛かってますでしょうか。ここ4目とか5目引っ掛かってたらおかしいですよ。3目ですね。3目正解です。で、一気に引きます。タラララン。ですね。キュッキュッと。
できましたでしょうか。で1個2個長編み編んだら2目一度長編み1目2目編んだら2目一度この繰り返しですね。そうするとだんだん目が減ってきて丸くなってきます。1目長編み2個いったら2目長編みを1目のとこに2個入れるんじゃないですよ。それは違います。1目に1つずつです。長編みを1目に1つ長編みを1目に1つそして2目一度どうでしょうか。2目一度皆さんマスターできたでしょうか。2目一度2目一度どうですか。お前しつこいよっていう人は早送りしてくださいね。1つ2つ長編み編んだら2目一度2目一度だんだん丸くなってきます。では2目一度今しましたね。で一周ぐるっと1、1、2、1、1、2でしてきました。で最後待ってなんか揺れちゃった1、1、2目できないじゃん最後1個だよってなっても焦らない。ここに1目入れます。そして最初のプロローグありましたね。プロローグ3目の頭ここに入れてください。3目の2目立ち上がりなんですけどこの1目のこの上ですね。3目の上3目の上ここに入れてくださいね。そして引き抜きます。まあ普通の減目の仕方減らし目の仕方でもいいんですけどプロローグなしでもプロローグまあプロローグと名付けましょう。またプロローグ作ります。2目立ち上がりの根元に長編み引き抜くのはここになりますね。もし引き抜く場所わからなくなっちゃうよって言う方がいたらマーカーつけといてもいいかもしれないです。引き抜くのはここになります。今度は1編んだら減らし目 1編んだら減らし目1編んだら減らし目1編んだら減らし目していきたいと思います。次の目から
長編みを入れたら減らし目、一つ入れたら減らし目、よいしょ、減らし目2目一度ですね。でまた1目入れたら2目一度、1目入れたら2目一度繰り返して一周繰り返します。はい、まあ一周してきましたね。マーカーの近くまで来ました。で今2目一度したところなので1目入れたら2目一度で終わりますね、今回はね。2目一度で終わりました。したらこのマーカーのところに引き抜き編みをします。ここですね。よいしょ。どうでしょう皆さん、だんだんしぼんできましたよね。はい、ではまたプロローグ2目編んで元に1目、はい、次は2目一度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 やっていきましょう。2目一度、はい、2目一度、2目一度はずっとですよ。もうね、ここまで来るとね、だいぶね、もう出来上がりですね。たわしはお家でも使えるし、友達にプレゼントしても喜ばれると思うので、ぜひね、好きな色で作ってみてくださいね。2目一度、2目一度、まあ、とにかくあとは2目一度、ひたすら2目一度やっていきますね。わからないこととか、なんかあったらコメントに入れてもらってもいいですし、公式 LINE の方説明欄にあるので、そちらから LINE してもらっても、ただ私が思うのは、基本で編んでいくのもそれはもちろん大切なんですけど、頭でっかちになりすぎて、ああもうかぎ針嫌だ、編み物嫌だってなっちゃうのが一番悲しいので、いいんですよ、自由に編めば。一目飛んじゃってもなんとなく形になる、それがボッシュだと思います。だって普通の糸よりも編み目目立たないし、そして2目一度、2目一度
でも本当にこんなやり方じゃ私は嫌だっていう人はこれプロローグのとこ頭取りますね。あの円のかぎ針の円の編み方基本とか YouTube たくさんあるのでとそちら見てもらってちゃんと編んでもらえると、まあ、より綺麗にと、うん、いいと思います。で今2目立ち上げてまたプロローグを作りましたね。根元に1目長編みを入れてでまた1目違う2目一度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 やっていきます。やだ簡単じゃん、こんなんできるよって思ってもらいたいですね。そしてこの自粛期間中にちょっとでもやってみようかな、ちょっと趣味になって編み物って心が穏やかになったりするんですって。だから淡々と編む、そんな時間があってもいいのかなと。その時に編み方わかんないこれなんじゃってなって余計ストレス溜まっちゃったら意味ないと思うので、すごい揺れてる。よいしょ。二目一度。で最後に今回1目余ったのでここ入れますね。この辺も私は適当です。1目余らない時もあるし、ここ入れなくてもいいかなって思う時もあるし。ハンドメイドってでも作り手さんのそういうあれがあるのかなって思いますね。そこがまた楽しいところだと思うので、あんまりガチガチにとらわれちゃうと同じものばっかりできちゃったりしてつまんないじゃないですか。キュッて絞りたいので糸を引いてちょっと多めに引いて切ります。ピーと、はい、お疲れ様でした。もうねあとはねこの糸さんをねとじ針に通して、これだってとじ針なくてもいいんですよ別に。これで引き抜きながらジグザグ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 って糸を入れてってキュッてやれば閉じるので、ね、形ができればいいと思います。あとはもう愛情を込めてあげる人のことを考えながら、使う人のことを考えながら、私はこうやってここの分かりますかね、まあね、これもね深く考えないでいいんですよ。こう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 でグーでもいいですし、私はこうして絞りたいんですね。要は最後に穴が開いてたら嫌なので、嫌ですよね穴開いてたらね、まあ、絞れれば何でもいいんです。絞ってもらってで外れちゃったら嫌なので、私はここで
回結びます。キュッと結んでから好きなとこに顔を出してちょっとくぐらせちゃったりします。ほつれないようにね。なんとなく、まあ、好きなとこくぐらせて、あ、これギュッてやっちゃうとキュッてなっちゃうのでゆるくくぐらせて、でまた戻って好きなとこに出して、で足は大体切りますね。で切っちゃいます。キュッ、はい、これで丸のエコたわしができました。はい、ではこれであとは飾りをつけようと思います。飾りはですね、これも真ん中からピー、でもね結構ねいろんな色、何でもね合わせちゃうと結構色って合うので、ここですね。私はこの丸のこの部分、ここもねもうこだわらなくてもいいんですよ。例えばなんかちょっとこの辺この辺とかでも、私はなんかここですかね、なんかここここみたいな、まあ縁、要は縁に飾りをつけたいと、ここにで、これ後でここ結びたいんで出しときますね。あ、今分かったかな。ここに一回通して鎖を一個立ち上がりを編みました。で横にどんどんね細編みを編み入れていくんですね。この周りの縁のところに、もうねこれは飾りなんで好きでいいと思います。例えばかぎ針で、まあ、よくあるのはここにニコちゃんの顔を描いてとかも可愛いし、うん、もう飾りは適当っていうか、もう自分がこうしたいみたいな、そこがオリジナルですよね。私は今回はパールの紫にこのエメラルドグリーンのキラキラを選んでみました。この色を選ぶのも楽しいし、これとこれを合わせたらどうなるんだろうみたいな楽しみもありますね。髪の毛みたいになって、髪の毛の生えた人みたいな、ここに顔描いたらなんか島の住人みたいになりそう。あのどこの島かわかんないけど、で、まあ、こう縁を取っていくんですね。まだね、お子さんが小さい方とかだったらかぎ針とか編み物だとすぐ片付くこともできるし、途中から始めることもできるし、結構手軽に始められる趣味ではないでしょうか。
一周縁取ってきました。不思議な組み合わせになったけど、まあ可愛いだろう。ということで一周縁取りました。ここでまあ大体引っ掛ける場所ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。私は6号針の時は10名、5号針の時は12名で統一してますが、これも好き好きですね。どんだけのとこにかけたいか、何をしたいか、すっごい長くしてもいいし、引っ掛けるとこ邪魔だよと思ったら作らなくてもいいし、私は今回10目で、これもどっか入るとこに入れて入ってきて引き抜きます。そしたら1回結んじゃいますね。でカッティング、カッツカッツします。そしたらここを結びたいんですね。結ぶときは解けないようにね。でもあんま引っ張るとねブチって切れちゃうときもあるんで、こうやってキュッキュッキュッ。であとは張ります。よいしょ、好きな穴から引っ張ります。よいしょ、このまた中に通ってたのがクッション材みたいになった、泡立ちが良かったからね、この中に入れといちゃってもいいかもしれないですね。私はちょっとこの辺で切っちゃいましょう。はい、出来上がりました。いかがでしょうか。ほんとシンプルなたわしなんですけど、すごく使い勝手もいいので、よかったら作ってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、みんでした。